こんにちは、今日はですね、皆さんにご報告があります。なんとくるみんアロマのチャンネルが4000に突破いたしました。ありがとうございます。初めて2年半に半弱ぐらいなんですけど、ここまで来ると思いませんでした。本当に皆様のご愛顧のおかげでございます。毎日最近ポーズ集もやって、たくさんの海外の方、ね、そして日本の方にも、いろいろ話しかけて、最近 What do you like Japanese food? とか Where are you from? 積極的に聞いてます。街で見かけた方、本当にすいません。そしてありがとうございます。ご協力いただいて本当にありがとうございます。今後とも、頑張っていきますって言うんですけど、くるみんアロマさん、なんでそんなにいろんな方に話しかけられるんですかとか、結構そのね、なんかアクティブさがすごいですねっていう風に言われたりすることがあります。なんでそんな話しかけられるのかって、海外の人とか知らない人にって言われるんですけど、やっぱりね、くるみんアロマももちろん辛い時もあるんですよ。やっぱり話しかけてもこ うまく反応してくれなかったりとか、こうちょっとしくじっちゃったなって思うこともたくさんあります。でもそんな時にポジティブになれることわざを、私は心に留めてます。いくつかご紹介いたします。ポジティブになれる一番オーソドックスなの、失敗は成功のもと、しくじるのは稽古のため、そしてウサギを見て犬を放つっていうことわざがあります。失敗しても取り返しがつくっていうこと、状況を見てから対策を立てても遅くないっていうことなんですね。そう、窮すれば通ず、ここで負けたら将棋で勝て、大吉は今日に帰る、転んでもただでは起きないとか、まあ、結構いろいろな、ことわざあります。ポジティブになれることわざをくるみんアロマはいつも考えてます。あ、言わなきゃよかったとか、もうやめようかなとかって思うことはたくさんある。寒いし、もう辛いしっていう時もたくさんあるし、でも転んだことも毎回毎回、あ、勉強だなって思うんですよね、最終的には。もし YouTube 大好きだし、 YouTube 愛してるし、だからやっぱりそう、 YouTube への愛がやっぱり何せ私を動かせます。本当に YouTube 大好きで、みんなに見てほしい、みんなにこう、みんなの笑顔を、自分の目の前で起きた笑顔を、伝えたいっていう気持ちは本当に強くて、毎日頑張ってます。やっぱりちょっとでも時間があったら、必ず原宿とか国際人がたくさんいるところに赴いて、話しかけてます。やっぱりどんな人がいるのか、どんな方がどんなことで来てるのか、どんな国の方がいるのか、日本のどんな食べ物が好きなのかっていうのは私自身も興味あるし、みんなにも多分興味ある人はいると思うし、でも私自身じゃないと話しかけられないような人に話しかけられるっていうのは自分のちょっと強みでもあるので、そういうのをみんなにちょっとでも助けに、少しでもなんかこう協力できればなっていう気持ちもあります。体張って頑張ってるところもあるので、まだまだですけども、今後とも応援していただけたら本当にありがたいなと思っております。ダミおります。そうです、この今後とも、くるみんアロマの、YouTube 本当によろしくお願いいたします。ありがとうございました。媒体にもあります。もう自分の夢ですよ、本当にみんなが見てくれるって思うし、だから大変だけど頑張ろうとも思えるんですね。自分が見たもの感じたものすぐに発信できて、で無制限っていうのがもう何せ自分にとってすごく嬉しいことです。3万本動画目指して動画も撮っていきたいと思っております。本当に皆様ありがとうございます。今後とも見てくれよな。チャンネルをよろしくお願いいたします。くるみんアロマのチャンネル登録よろしくるみんアロマ。チャンネル応援もよろしくお願いいたします。